パチンコ攻略マガジンキッドの、V シネマの帝王山ちゃんボンバーです。どうも、ありがとうございます。帝王とかってね、なるほど、別に有名じゃない。いやいや、 V シネマの帝王でしょうよ。知らない。あ、そっか、二人。あ、いや、実はね、山ちゃんボンバー、あの V シネマの方にね、主演の方をさせていただきたい。ブーバー、それ何なんですか。知らないで勝手ですよ。告知をね、知ってる。なんでどかそうとするんですか。知ってる。なんか知ってる。告知の方知ってる。いや、知ってますよ。ダメなの、ダメなの、これ。はい、ここでも答えてください。はい、ね、今のカットだから。カットダメなんですか。いや、まあまあまあ、じゃあいいですよ。そっちがそのつもりならいいですよ。はい、じゃあもう二度と出さない。まあ、一人で打つときにこっそり出しますから。その時、もう多分カメラさん映してない。絶対映してない。一人、一人ついてるってください。画面しか映してない。そしてね、そうそう、そうなんですよ。ちょっと、あの、今までとちょっとプラスされた部分があって、前回からちょっと変わりまして、個人収支がプラスの人は食べれます。おー、食べれるところなんですね。誰かがマイナスでも自分がプラスだったらその人は食べれて、でさらにプラス、まあ自分のプラス分で他の人も補えたらマイナス分を、その補われた人も食べれる。でも基本的にはね、3人でそうですね、プラスすることが一番ね、はい、なんかみんな美味しいじゃないですか。そうですね、笑顔になれるから、それを目指していきたいと思います。はい、そして今回実践するホールさんなんですが、メッセサマスカさん、はい、よろしくお願いします。ております。お願いいたします。そしてさらに、ご褒美のお店なんですが、お、出た出た。はい。メッセ笹塚さんから、笹塚さん。ごめんなさい、本当ごめんなさい、メッセ笹塚さん、ごめんなさい。メッセ笹塚さんから近い。すぐそこのダイニングバーらしいですよ。ダイニングバー。なんかの飯屋さんみたいなイメージがあったんですけど、そうなんですよ、いつもそうなんですよ、ご飯がメインだったりとか、すごいおしゃれな響きしてますけど、そうなんです、居酒屋みたいなところも今まで行ったことあるんですけど、ダイニングバーって響きはない。ああ、いいですね、ちょっといいですね、いい感じのおしゃれな感じで、ちょっとね、なんか我々に似合ってみたいなね。いやいや、含まないでくださいよ。いいんだよ、もう言おうと思わなかった。顔の中に違う、エロいんだよな、顔がね、なんか目がね、変態の目してるから嫌なんだよな。ちょっと V シネマに出たからって、そんな、あ、そう、 V シネマといえばね、この間ヤオー誕生って言ってたから、いいでしょ、今やるよ、やりましょうか、実践するよ、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 いきますよ、もう頑張るよ、みんな3人で頑張ります。それでは実践スタート。喧嘩が喧嘩、あんた喧嘩よ、ヤマ、ヤマ、なんだよ、ポンポ、やめて、ポンポって言うな。みんなポコポコ大作戦が始まるよ。今回3人がお邪魔したのは東京都渋谷区にあるメッセ笹塚店。こちらのホールにはパチンコ320台、スロット200台を設置。最新機種から人気機種までバラエティ豊かなラインナップをご用意しております。さあ、入店しましたが、はい、どうしましょうか、何打とうか。もう私は決めているんです。何、アマデジで、アマデジで、アマデジで、あ、俺ね、ガメラ、ガメラ、ね、ごめんなさい、ガメラ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 で行こうかと思って。ガメラか。はい。私も、まあ、ミドルぐらいの、地獄少女、はい、230分の1ぐらいの、ちょっと甘い方、確率が。はい、あれ、打てたらいいなっていう。それか、マクロス。あー、旬ですね。旬ですね。そう、だけどね、まあ、ね、2台しかないからなかなか開かないんですよね、耳で。じゃあちょっとカメラで行かせてもらいます。ふーちゃんね、大好きなんですよ、ね、なんとですね、マクロスが開きました。これ打ちたいと思います。まだ今の収録時期入ったばっかなんですよ。出していただいておりまして、まあ、あの初当たり確率が225分の1で、で、まあ、
跳馬クラッシュっていう、なんだろう、一種二種混合タイプですね。跳馬クラッシュっていうやつの突入率が、62.4% で継続率が 72% のタイプですね。まあ一回入ってしまえば連チャンでガンガン増えていく感じですかね。 55% 右打ちの 55% が16ラウンドで2000発ぐらい取れるんでっていう感じな。え、聞いてます？何？何って言っちゃった。聞いてねえじゃねえかよ。ごめん、聞いてなかった。山ちゃん何、うちらにも紹介してくれてるっていう。どういうことですか？はい、わかんないですけど。優しい山ちゃん。え、だってこれみんなに聞こえるんでしょ。だって聞こえるけど聞いてなかった。いや、聞いとけや聞いとけや。あの、ガブラね、一種二種タイプね。はい、一種二種混合のタイプですね。私の狙ってるマクロス、はい、フロンティア2もね、はい、一種二種なんですよ。あ、そうですね、そうだ、そういえば。そうなんですよ。だから、まあ、前作は全然ね、一種二種じゃなかったんですけど、はい、まあ、AKB に近いですかね。あ、そうですね。確率も199分の1のライトタイプで、はい、その AKB でいうミュージックラッシュっていうのがフロンティアモードっていう名前でマクロスがあるんですけど、はいはいはい、その突入率が 51% おあるんで、はい、まあ、AKB よりは 1% 多いかなっていう 1% だけど、はい、ですごいのが継続率で、はい、フロンティアモードの継続率は 77% 約。ああ、そんなあるんですか。あ、そうなんですよ。ただこれ泣きの1回っていうのが実はあって、はい、あの、右打ち中に保留を止めれるんですよね。はいはいはい、電柱の、はい、その妨害発生するっていう。ああ、そっか、なんかラストに1回ワンチャンあるやつですね。そうなんです。だから逆に保留が溜まってないとそれ起きないから、はい、そこちょっと注意っていう感じ。溜めといた方が絶対いいし、しっかり溜めていかなきゃ。そうです、普通に打ってる分には大丈夫だと思うんで、はい、安心してもらっていいと思うんですけど。なるほど、やめてくださいよ、保留溜まってなかったみたいなの。何？いや、何言って、何なんですか。喧嘩だ、喧嘩。喧嘩喧嘩よ、山。いや、山だ、なんだよ、ポーコー。やめて、ポーコーって言うな。いや、山って言うな。え、ハチも台言っていいですか。ああ、でもまあ2人とも今一種二種混合だったからね、ハチもきっとね、一種二種混合タイプを打ってるんだろうと思うけど、何に打ってるんですか。はい、99分の1の高田組で甘出てってます。普通のあっけらかんとしてんな。はい、甘出てってます。はい、そう、私一回このポコポコ大作戦でプラス収支上げられてないんで。あ、そうだっけ。もうやっぱり自分がよく打つ、はい、甘デジで勝負するしかねえと思って、はい、ああ、なるほど、はい、まあ、負けないように、まあ、99分の1で、はいはい、100% ST 行くんで、はいはいはい、なんとか出玉増やしてみたいと思います。あ、今ね、先読みゾーンで 19% ぐらいのやつに入りましたね。お、まだもう一段階上の先読みゾーンがあるんですよ。あ、ウルティメイト G ってやつがあるんですけど。あ、それなんかユッケも言ってた。あ、本当ですか。それだと 60% の5大激圧ゾーンなんですけど、今ギジさんまで行った。ギジさんまで行って、なんか赤のエフェクトが入ってますね。やばっちゃん、リーチかかった時とかに、はい、なんだっけな、衝撃が出たらいいのに、俺が衝撃受けたらいいのに、なんだっけな、衝撃カメラかな、なんだっけな、衝撃何回言った今、衝撃の数、あー、でも出ないか、まあ、でもやっぱチャンスなんですよね、でもまあ、あー、でも、何発展した発展した、これひょっとしたら、あー、来た、何か来た。あれ、これあれじゃなかったかな、インパクト G じゃなかったかな。ヤマちゃん、なんか、あれ、これ確かヤマちゃん、なんだよ。そう、これ最強リーチ、最強リーチ、確か 77% あるやつじゃないかな。ヤマちゃん、あ、違った、決戦だ。ちょっと久しぶりだから、決戦イリス、でも決戦イリスは 40% ぐらいありますね。でも全然当たってもおかしくない。やだ、 40% だったら疑似さんで 40% ぐらいある、だから 39% ぐらいかな、のリーチなんですけど、保留が青なんだよな。あ、なんかもう全然入ってこない説明が。なんでだよ。全然意味わかんない。あ、違うか。やだ、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 なに、違うか。やだちゃんの、もう切りたい。切りたい、もうこれ。はい、ちょっと待って。はい、行きましたよ、決戦リーチ。行きますよ。
然外れちゃった、ね、全然期待してなかったよ、ね、なんでだよ、あんしか言ってないじゃん期待しろよ、期待しろよ、名前でね覚えて、でもなんとか惜しかったんだけどな、本当さっきまでずっとヤマさんの声だけ接触悪くて聞こえてなくて、はい、もうマジで直してもらわなくてよかった、いやなんでですか、俺の声聞いてくださいよ、俺の美声、美声を聞いてくださいよ。これ行けば激アツ。あ！この予告結構熱いんですよ。ちょっと大チャンス来ました。今行くと思わなかった。意外とねこれね行くんですよね。ちょっと期待してない時でも。その翼はバル。バルキリアじゃなくてなんだっけ。この歌すごい好きでカラオケでも歌うのに忘れちゃった。いや本当に本当に好きなんすかそれ。にわかじゃないですかにわか。いやこの歌好きなんですよ。バルキュリア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 。ただこの竜がね緑。あでもこれチャンス。これやっぱ赤だと本当熱いんですよ抜群に。ああそうなんですか。今何色ですか？今ね緑。おーあー来た、うった姫降臨来た。さあさあ今日単独の信頼度 50% あるらしいですけど。あーでもなんかあんまりそれだけではもう当たんないってさっき言ってたやつですか？しかもバトルリーチ発展したから、そうなるともう共闘行かないときつい。かっこいいのタイミングで。うった姫クレッパー共闘だったんですけど、カットインでしたね普通の。これしかも白。逆に熱いとかないですか？いや、多分無理だと思う。もう一気にもう冷めちゃった。あ当たったらすごいよ。お、どうだ、当たった、当たった。ちょっと諦めてましたよ、私。すげー、昨日ね、このパターンでマジで外れまくったんで、超嬉しい、びっくり。おめでとうございます。おめでとうございます。ブレラがサングラスを取りましたよ、皆さん。おイケメンがサングラスを取りましたよ。それを聞いてもどうなるか分かりません。あらめっちゃイケメンなんです。いや、まあ、静かにして あとはイケメンの、はい、あとはもうフロンティアモードに入るかどうかですよね。これでいっぱい引けるかどうかじゃ で、ね、でフロンティアモード失敗した場合は8ラウンド、成功した場合は4ラウンドでフロンティアモード突入になります。でこの後のチャレンジで連打と一撃あって、一撃の方が強い。よっしゃ一撃行くんじゃない、行くんじゃないの、一撃の方が熱いです。あれこれ出た時私外れてるの見たことない。これこれ行くでしょ。ほらやったよっしゃー、ありがとうございます。行きました、すごい、素晴らしい、素晴らしい、まあ、私はバトルにしましょう。2つ選べるんですけど、歌を楽しみたいとはベラクシー。いやでも本当に一撃外したのほとんど見たことないですよ。まあ外れるとは思うんですけどね。あ歌が聞こえる、ね、そうなんですよ。まあバトルの方選んでも、はい、こういう風にフロンティアモード中は歌が聞けます。ただ何が違うかっていうと、ラウンド中にバトルの方だとバトル演出が発生して勝利すれば継続っていう、はい、あそういうことなんですね。今山ちゃんが言った歌が聞こえるってアルトのセリフまんま真似してるかと思ってちょっとびっくりしました。キモい山ちゃん、ねね、知らずに言ってるところがちょっとまた、え知らずに言ってるところが嫌だ。山ちゃん、あのマクロス の、うん、あのヒロイン2人が、まあうん、まあ、好き好意を持ってる主人公の真似をしてるからキモいなと思って、うん、あ俺が、うん、同じセリフ言ってるから。 そんなにモテる男と同じセリフ言ってた俺。言ってる、気づかないうちに歌が聞こえる。やめた。さあ山ちゃんの声はもう塞いで、よしよしよし、部位入賞しました。役物が出ればその時点で計測を確定で、さらに、今はバルキリーフラッシュだったんですけど、歌姫氷の方出ると16分も濃厚です。あら、 V コンボってもう継続確定じゃなかったでしたっけ？確定です。そうですよね。役物が出ればその時点で継続。V コンボ、アルト、シェリル、ランカの3種類やってランダムで決めて、別に期待の差はないと思うんですけど、まあどういう風なやり方で上乗せするかっていうの違いだと思うんですけど、ア
くるっていう。この数字が大きければ多いほど上乗せ、16に近づくということですね。あと、えいっ、うわーっと、歌姫クオリンで16ラウンドゲット。おめでとうございます。おんぶに、こうなるとね、マクロス最高に楽しいですよ。おんぶに抱っこさせてもらいます。当てろ。ありがとうございます。山ちゃん、今日当てないと。いや、当てますよ、ポンコミセン。ポンコ、ポンコミセン。当てますよ。なんか言い方ねちこくないですか。ねちこい。ポコミさんの言い方を繰り返してるだけだ。そうそうそう、私がこういう言い方をすると、山ちゃんこういう風に返してくれる。恒例の絡みなんですね、それ。結構やる。笑ってるうちにほよんだのに打ち出してた俺。いやもう山ちゃん、ポコミセン。え、ポコさんはセリルオスですか。完全にセリル。あ、一緒です。可愛いよね。可愛い、本当可愛いの。いや、こういう女性になりたかったんです。なりたい、本当可愛いの。で、髪の色も好き。あ、確かにちょっとピンクっぽいのがまだ可愛いんだね。そうそうそう、本当可愛い。でもあれなんですよね、あの男性の人にどっちがいいか聞くと大抵の人ランカって言うんですよね。なんで。いや、なんか割れるんですよ。女の人にどっちがいいか聞くとシェリルっていう子の方が多いんですけど、男の人はランカっていう人の方が多いんですよ。私の統計ですけどね、それは。なんだろうね、女の子、なんだろう、か弱い感じがするからかな。なんですかね、やっぱロリーですかね。あ、そっちか。で、俺に聞かんのかい。だって山ちゃんね、相当のロリコンなんだよ。誰が相当のロリコンだ。そうなんですか。小学生いいねみたいな。言うか。ポコさんその話もっと聞きたい。先輩、先輩、ちょっと気使ってもらっていいですか。あの、流れたらどうするんですか。これ小学生の娘さんを持ってる親御さんも見てますよ、これ。そう、山ちゃんが冗談で言ったやつをね。はい、まあまあ、真に受けちゃったもん。冗談ですからね。冗談交じりの本当ですから。あ、違う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 、本当じゃねえかよ。それは本当じゃねえかよ。もう大人かよ、ね、あー、びっくりした。ハンドル出ました。ここここここの真ん中が出るんですよ、ポコンって。あのガンダムみたいに、こうなると私今のところ全部入ってます。継続かあると引きまくるやつだもんね。じゃあせっかくポコミさんが4連してるんで、4連を祝して、私山ちゃんボンバー V シネマの主演の方をやらせていただいておりまして、そう、今ですね、アメコ V コーナーやるんで、引きまくるやつですね。引きまくるやつだから告知させろや。頑張りましょう。お祝いの告知、ね、もう1回収録ですけどね、結構でかいですよ。気持ちよさそうだな、それ。ずっとね、バイブしてるから。あれ、うわ、切ったよ、収録の時さ。え、割合やばやば、いい音するわ。デカルちゃん来ましたよ。出た、やったデカルちゃん。最高、来た。なになに、なになになに、追加の1万円来た。うざいやね、ポコさん引っ張らないでくださいよ。近くにいるでしょ。ねえ、あのね、私、まあ、今回の新ルールで、はい、プラスサダマだった人が、はい、まあ、マイナスサダマの人をカバーできたらその人も食べれるっていうルールあったじゃないですか。はい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 、マジで山ちゃんカバーしないから。いや、ちょっと何なんすかそれ。絶対しないから。マジでって何すか。いや、カバーしてくださいよ。絶対やだ、もうハチ、ハチをカバーする。だから山ちゃんは自力で出してね。いやいやいや、いや、まあ、それ自力でもね、出しますけども、ダメだった場合はほらね、ボコミちゃんね、やだ、やっぱね、レンちゃんの方もね、しておりますし。でもポコさん言っていいですか、自分ももうあと数秒で1万円使い切れますよ。いや、でもね、私ね、もうね、6000発近く出てるから。すごーい。今ちょうどプラマイゼロぐらいになってるかも、3人合わせたら。さあ、ありました、焼き物は来ないなので、まあ、わかんないですね。まあ、バトルなんですけど、でも実は4連ごとに専用の演出になっちゃうんですよ。はい、バトルじゃなくて、こういうことか。そうなんです、はい、4の倍数ごとに専用なんで、今4連目
プロテアモード4連目なんでエピソード発生しましたね。お願い、成功すれば頼む。あー、ダメだったけど分かんない。これがね、マクロスのいいところなんです。最後の最後まで分かんないですから。この画面が出た後でもシェリルがまだまだって出てくる時もあるんで、あー、ダメだ。泣きの1回が出ちゃうともうダメだったってことですね。ただこれがあるんで引き戻す可能性はある。ルイに入っちゃえば引き戻す可能性がある。先打ちって出た時に打ち出せばもう余裕で間に合いますね。もう早いぐらいです。入って、あー、ダメだ。いいなそのヒヤヒヤ感。いやでもね、大健闘です。5連しましたよ。で6300発すげー、また出た。多分シリルが好きな人はなんだろう、女王様みたいな感じの女の人が好きな人は好きかも。で逆にランカーって本当普通の女の子だから、逆にそういう方が男の子には受けるのかなっていう。ああ、なるほど。え、話割ります。今赤穂流のライブゾーンからのギジさん、マックスバタフライ絡みの、あの恋しくて言ってます。え、結構言ってんじゃん。でただタイトルの色はデフォー、あの歌詞の色も普通なんですよね。いや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 、あ、マネジだよ。ダーリンいて、あれだい、うわ、え、外した。本当、あ、復活だよ。結構復活多いよ。よっしゃー、よかったー。復活、復活、復活しました。よし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 。2倍ハマり寸前。あ、本当に寸です。よし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 、本当に寸です。おー、金熱い、金熱いね、金熱い、水中ね、いいよいいよ、金熱い。あとさ、それ V コン出るかどうか大事じゃない。そうなんですよ、いっかな。このステラックもの光るんで、光るともう当たりのコート、終わらないでしょう。自分の曲、あー、あー、光らない。いや、怪しい。今どんな感じ。今負債を背負ってくださいよ。当てろ。楽曲リーチいきますね。ライブスタート止まると、で、ライオンに発展しないと基本期待できない。やっぱどのシリーズもライオン重視してますね。ライオンだよね。そうなんだよ。でライオンマリック本当熱くて、ストーリーとかアルト SP より熱いですよ。 60% ぐらい。いや、名曲ですもん。本当熱いの。まあ大抵こうですね。ああ、や、怖い。バジラアタックこれ成功すると2ラウンドプラス泣きのじゃないな、4回でチャンスプラス泣きの1回。でも成功したらそれ怖いんだよな。ほら、えい、うわ、当たった。おお、めっちゃね、怖っ。いやー、ここ引き試される。名前は伊達じゃない。ココちゃん頑張って。頑張るよ。これまあ5回転ですね。言っちゃえば4回プラス泣きの1回の5回で V に入れなきゃダメです。そうしないと終わる。で2ラウンドの球しかもらえないんで
ね、これで終わると結構痛い。いや、ポコミさんならいけます。ポコミさんならいけます。今日の話はいけるかな。いや、絶対いけます。でここで V に入れれば、まあ、4回中1回、まあ、最大5回中1回 V に入ればもう当たりなんですよ。1回目失敗。1回目失敗。まだあります。あと4回。まだある。セカンドチャレンジ。アウト！それそれ、そういうこと。いや、持ってる。しかも16。一番たまらんやつだ。これたまらんね、こうなると。素晴らしい、ね、ありがとうございます。いや、いいね、これで3人とも調子いいね、今日は。ポコさん引っ張らないでやってください。山ちゃん、まあ、いないことになってるからね。ええ今日2人ってない。今日2人。いや、おかしい、映ってるでしょ、これ。映ってるよ、これ、ほら。女子2人でポコポコ大作戦。やめようよ、山ちゃんがいるとマイナスになっちゃうよ。いや、映ってるでしょ、これ。え、私選んだっけ。あ、でもバトルだ。あ、勝利期待度一番高いやつ、これ期待できる。さらに歌姫が来るとチャンスアップ。うわ、来た、歌姫来た。これいいでしょ、大丈夫でしょ、大丈夫だと思う。これいいでしょ。ベイコントローラー引きます。よし、行きました。おー、すごい。継続です。いや、すごいな。ポコさん、今日すごいな。すごいね。合体すれば、16。やば。16偏ってる、今日。すげえ。たまらんぞ。めっちゃ気持ちいい音聞こえる。やばいぞ、この展開。おー、頑張れ。いいよ、いいよ、いいよ。ギリさん必須。全体的に弱い。ミュージックセレクトでお願いします。ダメだ、絶対ダメ。ダメだ。もう赤保留弱くない私のやつね。ダメだよ。ということで今回はここまで。山ちゃんボンバーが苦戦中の中、ココミとハッチが現在連チャン中で、サダマはプラス。このままの流れでご褒美ゲットだ。ポコポコ大作戦、次回もお楽しみに。